ています。全員手を挙げてこちらまで来てください。エニックス海、ニシケソベノム、ジャジャマルジャム。まずニシケソさん、あ、ジャジャマルさんいらっしゃいますね。エニックスさんとニシケソさん、はい。あ、じゃあジャジャマルさん一回こっち通ってもらっていいですか。じゃあニシケソさんとエニックスさん、こちらお二人ですね。斡旋で3人チームになります。対するは、マージャン部、ラクさんのとこですね。決まりました。先方同時出しになりますので、それではもうスタートボタンの方を押して始めてもらってください。エニクスさんのところとラークさんのところは、今、一番端の筐体 B という書かれている筐体の、すぐ隣の筐体ですね。とりあえずサティンさんが今そこの真ん前にいますんで、そこの筐体で、試合の方をお願いします。さあ行きましょう。お待たせしました。 A 筐体、C トーナメント入ります。 1P 側アッセンチーム、マージャンビーチーム、トゥーリオさんとバサラさん、あ、バサラさんいらっしゃいますね。トゥーリオさん、トゥーリオさんいますか。トゥーリオさんいらっしゃいますか。とりあえず今ラークさんが探しに行ってるみたいなんで、そこをお任せしましょう。さあ C トーナメント、ワンピー側アッセンチーム、マサテスタ、サナギソル、チーブリジットのチーム、先方サナギソル、対するツーピー側 NO 試験チーム、NO ベノム、オシゲミリア、ハーゲンポジョンのチーム、先方 NO ベノム。トゥーリオさん、トゥーリオさんいますか。トゥーリオさん試合になります。いました。はい、じゃあお願いします。はい、すいません。筐体周りは開けてもらえますか。すいません、狭くて大変申し訳ないんですが、筐体周り開けてもらえると助かります。さあ1本選手をエノベオム、様子見、2個弾いて1個弾いて、 NS から1個弾いて 2S デビス、エンヤス、さてモニター筐体勝ったのは IKD48 ジム、待ちですね。IKD48 ジム、そのままそこの筐体でお待ちください。B の横、B と書いてある、そうですね、向こうの筐体で D という文字書いてあるんで、さて、筐体いきましょう。先鋒戦勝ってるのが NO ベノム、対してランピ側アセンチーム出てくるのがマサテスタ、ウォレント。さあ瞳がダウン落ち、あれ次回作だと引き剥がしになるんですよね。そういえば、さあ弾2個弾いて2杯で抜けたわ、確かに届かない、 KSI。 さあ引きずり下ろしていく、スティンガーで弾いて空間を制圧、スラを狙っていく、網に当たる。さあ歩いてかわしていく、6回カウンター、マイクゼ、青が出ない、マイクゼが強い、パスを
さあ、それ10番タスクライク一本選手、マサテッサダイアンド、開幕テーダ KD ファーストダメージはマサテッサハイリー飛んでいるジャンハイからあっと操作した NS は繋がらない助け画面端中段ガードデュースガードバランスがひどくなってるさあどうするこの取り囲い抜けれるかなんとか脱出さあいろいろな軌道上に球がある足払いモビット FB モビット画面端タウン追い打ちからカーカスライド2敗暴れに引っかかった1本取り出す NOB の最初ランド金バスト後ろ手で当たっているとりあえず松葉で6回点入り逃げるさあフォルトで罠を壊しつつ立ち回っていくジャンハイから飛んでいる二段ジャンプから二敗を透かしている当たる二敗が対空になったストラグルさあ体力リーダーマサテッサ中段飛んでいるが網に引っかかる達者に届かず相打ち 6P 投げ着地投げてるのはマサテッサトーナメント、まあ、実況変わりまして君がお届けいたします。エノシケン VS アッセジー、マサテスタ、サナギさんのサナギさんソルあとチープレジットのチームですね。大将かなこれは中堅中堅ハーケンポチョムギン VS、マサテスタ先ほど NO 選手を破っていますのでマサ選手ちょっと期待がかかりますけどそしてテストメントなんでね、ポチャムキンも封殺可能なので、ぜひぜひと言った感じですね。ランズ、当たって、とりあえずマスターオパペット。ここは先ほども見た。当たっている。しかし強化瞳はならない。ランズ、タッチハイ。ランズ、華麗に踊ると。華麗に踊って、一本選手はマサでした。開幕からぶっこんでいくが、マイピーで入った人、落とされて、デコピン、エグゼミスト、カウンター取って、網張って逃げていくテスター、対するポチョは、針の穴をかいくぐるような感じで攻め込んでいく。瞳張って、待って待って待ってと。テスターも罠張ってね、漁師みたいですね。まあ、ちょっと呼び出しの方もねやっていきたいと思うんですけどまあその前にまだまだ実況もやるべきところがあるので実況の方進めていきましょう。あ、じゃあシートラメントの方まだね呼び出ししていないところやっていきましょう。アッセン F、ウーゼンイの南チップ TTU ブリジットのチームあとは何をペニソナヤカリスマファーストコンソメポチャムキンあ、よさいの
のチームですね。こちら、お、B ね。B の筐体の方でお願いします。両方ともにじゃんけんで決まったら、試合の方を始めてください。おっと、呼び出しをしている間にハーケンポチョムキンが勝っていると。最後アッセンジー出てくるのはプッチーブリジットですね。またこのカードもどちらともこう針の穴を通すような技術が必要になってくるんじゃないでしょうかね。ブリジットの方はポチョムキンの攻撃に一回も当たりたくない、対するポチョムキンは一回当てたいと。ちょっと呼び出しでやるわ俺。じゃあ相手ですね、もうカリスマさんのところがチーム揃ってるんで、ウーゼンさんのところですね。アッセンチーム、ウーゼンイの南チップ、 TTU ブリジットのチーム。はい、ウーゼンさんですね。はい、あ、南さんいらっしゃいますね。はい、あの B の張り紙してあるところでコンソメさんのチップと、あ、じゃあキムちゃん続きましょう。はい、じゃあ実況続き始めていきましょう。チーフリジットが画面端に追い詰められて、2段ジャンプジャンハイからポチョムキンバスタード。気持ちいい感じにゲージが減っていく。真っ赤っかですね、これ。これまずいですね。ジャンプス攻めが通ってメガフィスト1ラウンド目取ったのはハーケンポチョ。2ラウンド目、ここからは慎重にいきたいチーフリジットですが、ここからどうなんでしょうね。時間目いっぱい使って逃げてほしいですね。ローリングを駆使して、おお、これはジャンプ系直側からの空投げ、延々スタッチハイト、地味にダメージを稼いでいく。手首当たって延々しゃがみ S からヒート。まだバーストがあるので油断はできない状況だが、ブリジットもダメージ的にかなり辛い状況になってくるか。通常投げ決まってダウン打ちからいよいよ設置、マーキングはするが、ここからラッシュ、一回引いて様子を見るチームリット。まだまだ時間はあります。こっからだった、おお、クマが降ってきたのと同時にクマを投げたのかと思いましたね今。おっちょクマ、勝ったのはエノシキン。ここで一回戦突破ですね。そうですね、ゼロ回戦突破ですね、すいません。次こっち、で次の試合呼び出します。ジョジョ第5部、あ、ジョジョゴムさん、ジョジョゴムチーム、あと翼さん、翼ちゃん日記書籍化、さっきから神々ジョジョボムチーム、ジョジョボムチーム、はい、いますね。あと翼さん日記書籍化チーム。じゃあじゃんけんして A 番台の方で試合やりましょう。そうですね、あのチームの内部的なあのヘギさん、ヘギさん、そこへいたら、あの、捕まえてください。そうですね、もう人がすごくて、本当に見渡しが悪いですね。ヘギさん、早く戻ってきてください。もう試合始まりますよ。まあ、じゃんけんはもう終わったのかな。じゃあ 1P2P 席ついてキャラ決めてドジ出しでお願いします。ちょっとね、あのジョジョゴブチームと翼ちゃん日記書籍化チームの中のね、人の名前が分かんないんでね、速攻がね、見れるか。
良さそうなシーンですね、これは。